鹿島鉄道 DD901 号機関車、DD42 系ディーゼル機関車は、日本車両製造が1955年に一両を製作した試作液体式ディーゼル機関車である。日本国有鉄道が一時借り入れして車席に編入した際に、DD42 の形式名が与えられた。国鉄での使用が中止された後は、 上層筑波鉄道に購入されて DD90 系の形式名となり上層線から保田線に転属して1988年まで使用された2007年解体昭和30年代国鉄が本格的な実用ディーゼル機関車の開発を模索していた頃日本国内の鉄道車両メーカー各社は国鉄を含む国内外への自社の製品 技術の売り込みを図るべく、相次いで独自のディーゼル機関車を設計、試作した。これら大小の試作機関車は、メーカーによる試験の後に私鉄に購入されたものもあったが、このうち比較的大型のモノ級形式給料は1956年から1965年にかけて国鉄に借り入れられ、40番台、後に90番台の形式名を与えられて、使用された。 一部の形式は、借り入れ終了後、国鉄に購入された。それらの試作機関車のうち、本形式は操車場や大きな駅での構内入れ替え用として制作されたものの一つである。本形式は1957年から翌1958年にかけて国鉄が借り入れし使用したが、借り入れ終了後に購入はされなかった。 ロット式の台車動力伝達方式は液体式を採用している。製造当初のエンジンは、新構造機が製造した450馬力機関、液体変速機は同じく新構造機製、後の国鉄 DD13 型と同じ DS1.2、1.35系であった。射令16年になる1972年に、エンジンを国鉄 DD13 型後期車や、 関東鉄道 DD902 型と同じ500馬力の DMF31SB 型に液体変速機を新潟コンバーター製の DB138 型に換装している。いわゆるロット駆動の機関車であり、動力は液体変速機から伸びた推進軸により、各台車の車体中央よりの駆動軸に伝えられ、車体短足の駆動軸へは、 車輪の外側面に装置されたロットを通じて伝達される。運転室を車体の中央に配置し、車体を側面から見ると突字型をしている。車体は全体に丸みを帯びたデザインである。運転台は2組設置され、運転室内の各進行方向左側に千鳥状に配置されており、このため運転室の側面外観は、 どちらのサイドから見ても左に運転台側窓、右に運転室側扉となる。機関士は前を向いて運転する。これは、本線用突型機の国鉄 DD51 型などと類似の運転台配置である。方向転換を行わずに長時間の運転を行う、本線始業には向いているが、機関車が方向転換するたびに、機関士は反対エンド側の運転台へと移動する。 必要があるため、頻繁な方向転換を行う、口内入れ替え仕業には向いていない配置である。これに対し、後に口内入れ替え用として量産された DD13 型や D10 型などの突型機は一組の、運転台を横向きに配置して、機関士は常に横を向いて運転するようになっており、機関車が方向転換する際は逆転機を切り替えて、 首を反対に向けるだけで良くなっている。この運転台配置が、本形式が、校内入れ替えようとしては不適と判断され、国鉄において、購入、継続使用されなかった一員ともされる。鹿島鉄道の貨物列車日立小川駅にて、鹿島鉄道 DD900K ディーゼル機関車に関するカテゴリありがとうございます。